はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、2023年最強の時短ドラム入力ということをテーマにね、お話をしたいと思います。その鍵になるソフトというのは右の方にあります MT パワードラムキット2です。もう随分長いことバージョンアップはされていないんですが、 DTM を長くやっている人はこのソフトの存在は聞いてる方もおられると思います。でも今僕は左側に Easy ドラマというのを使っていたりしますし、あと AD2 のドラムとかモッドドラムとか僕もたくさん持ってるんですね。そういう方とっても多いと思います。 Easy ドラマのグルーブス、このグルーブスというのは検索にはとっても強くて、そしてこのバンドメイト、これと組み合わすと今作りかけの楽曲をここにドラッグしてオーディオでもミディでもですね、分析をして、そしてグルーブを作っていく、そういうやり方ができるんで、いいドラムソフトを持っている人は MT パワードラムなんて音色も一つしかないですし、細かいテクニックはできないからということであまり注目をしてないという人も多いんではないでしょうか。でも僕は初心者の方でドラムソフトを買う前の方には必ずと言っていいほどこの MT パワードラムキット2をおすすめします。そしてこのソフトは無料です。まあドネートソフトになっていまして、寄付というのをされると1回だけボタンを押すのが減るというだけでありまして、このソフトはグルーブの選択にとっても優れています。僕がイージードラマーであったりモッドドラムであったり、いろいろなドラムソフトをいくら使ってもこのグルーブスの入力というのには全くかなわないと言っても過言ではないぐらい便利なグルーブ入力と思っていますから、このソフトで仕上げをするのではなくって、このソフトはグルーブチョイス、これを専門にやるとドラムのグルーブ入力がめちゃくちゃ時短で入力できるようになります。このスタイルというのには大きく分けて4つのカテゴリーに分かれています。そのカテゴリーというのは皆さんに今日は分かりやすく資料を作りました。はい、これが MT パワードラムキットのグルーブスの分類分けです。別に特別に編集したわけじゃなくって、コピペで皆さんに見えやすいように並べただけの話です。もうちょっと大きくしましょう。これは僕のようなおじさんになると老眼対策です。ただしこれは資料として置いておかなくても、画面をこのように見るだけでこのスタイルを選択するためだけのものですので、今の資料は皆さんには必要がないと思います。このように大きく4ブロックになっていまして、4分の4の60から150の BPM のもの、それより速いもの、そして4分の4でシャッフルしているもの、まあシャッフルとかスイングですね、そのようにデータを作ってくれてあるもの、そしてこれ8分の6と6分の8間違っています。8分の6のことです。この4つに分かれています。これは8分の6ですので、まあ、いわゆる3拍子とかに応用するときは半分のテンポ、例えば実際120のものを作りたかったりしたら 60bpm に DAW は設定すると近いものができます。厳密には8分の6と4分の3というのはグルーブの強弱の部分が違ったり、音楽理論的には違うんですが、でも簡単には3拍子にも応用ができることでしょう。このように分類分けがなっています。ちょっとこの資料は消しておきます。 Windows の人も Mac の人もトップオンモストと言いまして、いわゆるこの画面が一番上に出てきて固定できるようなソフト、概要欄にも貼っておきますので、そういうソフトを入手してください。Mac の人は同じようなソフトがあると思いますので、それらを使うと便利です。それはどういうことかというと、ここにグルーブをどんどん放り込んでいくわけですけれども、
このようになるとここが隠れてしまいます。僕は最前面でポーズというソフトを使っているんですけど、キーボードのポーズキーを押すとこれが最前面に右下に今出てきましたが固定されます。しばらくするとこの通知は消えます。もし消えないときはバッテンで消してください。そうするとこのイージードラマーの画面をカチッと押してもこれが必ず最前面にあってくれるので、グルーブを入れるときが楽です。画面がどうしても半脱になってきましたら、見にくいときとかは皆さんはこのようにちょっと横にどけてこうやるんですが、例えばここはグルーブとフィルズになっているんですね。やっぱり一緒に見れないとなかなか不便ですので、この最前面で固定できるようなソフトを使ってくれるととってもいいんではないかなと思われます。なぜ僕がこのソフトを皆さん使ったらいいよと言うかと言いましたら、例えばこの8分のクローズハイハット、これを選択しますとここにたくさんのグルーブがあります。これを選択してダブルクリックで視聴することができます。はい、このようにクローズハイハットで刻んでいるグルーブが聞けるわけです。とてもこの分類がいいと思うんですね。じゃあオープンハイハットの方を見てみましょう。そうするとまたサビのところなんかではライドシンバル、これを使うことも多いでしょう。そういう時はライドというのがあります。そうしまして、こちらにドラッグしてくるときに大抵のソフトはですね、例えば4小節分とか2小節分もしくは1小節分、それを持ってきてからコピーとかするんですけれども、ここでいくつ分の小節を持ってくるかというのが指定できるわけですね。多分初期値では3になってたと思うんですが、4小節じゃないのと思うんですけれども、大体の楽曲というのは4小節単位とかになっていて、そのうちの3小節を刻んで4小節目にフィルというのが多いですね。全部がそうなってるわけじゃないですけれども、そこは自分の楽曲に合わせてくれたらいいわけですけれども、中途半端な7小節でワンセクションができているとしたら、ここで6小節を選んでプラス1のフィルをつけたりします。これをイージードラマー3に簡単にドラッグしてこのように持ってくることができるわけですね。はい、先頭から6小節分来ました。そして今のこのノリ、これのフィル、はい、こうしながらこれを持ってくると1小節のフィルがこのようにつくわけです。もうこれで全てわかりましたよね。こういうことなんです。ですからどん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 通常の4小節持ってくるときとかはいいなと思うのをどんどんこうやって詰めて、そしてここでフィルを、はい、ちょっと派手な、はい、こんな風に入れれるわけですね。そして、僕のちょっとしたチップスですけれども、このままというのではなくって、クローズハイハットでやったもの、それは一つのセクションとして認識させる方がいいですので、例えばこの一番先頭のリージョンを選択しました。シフトとか押すと
これと2つ選べます。 EG ドラマーの場合はここで J のキーを押すといわゆるジョイントできます。ですからこれとこれ、これとこれというふうにするといわゆる3ブロックができたわけです。こうなると特に EG ドラマー3ではとっても素晴らしい、多分 EG ドラマー3最大の機能だと思うんですけれども、エディットプレイスタイルというのがあります。これでちょっとループで聞きながら見てみましょう。 EG ドラマー内での再生はコントロールスペースです。はい、もう少しライドを複雑にしてみましょう。アマウントを上げていきます。ベロシティも上げます。スネアにゴーストを入れてみましょう。このように EG ドラマ3の方でより複雑に編集ができるわけです。もちろんイントロなどもこんなにたくさんありますので、グルーヴに困ることはないでしょう。そしてイントロを選んだ時にはこのようにフィルにはなりません。そしてイントロを選んでる時はここのバーズというのもありません。ちょっとドラッグしてやってみましょう。今適当にここに置きます。ここをループにしますね。はい、こういうセットなんですね。そして名前にここの場合はスネアとキックとクラッシュというふうに書いてくれてありますし、とってもわかりやすいですね。ちょっとこのタムズというのをやってみましょう。タムズは、はい、こういうのですし、例えばクラッシュというのを選んでみるとこういうのになります。ではちょっとシャッフルしたものをやってみましょう。ハイハットでシャッフルをしたもの、ちょっとね4分の4のストレートに比べればグルーヴは少し少ないですけれども、ちょっと聞いてみましょう。これを入れてみます。そうしましてエディットプレイスタイルで調整をしながら聞いてみましょう。はい、このクラッシュ叩いてますが、こちらのクラッシュに変えてみましょう。はい、こちら。はい、もちろんタムの追加もできます。タムにしてからこのアマウントを蓋しますとタムが入ってきます。はい、今タムの入ったところのバランスが少し悪いですね。これは最終仕上げとしましてはグリッドエディターを使いましてタムがこの辺に入っています。はい、先頭にしますとこのようにタムが入っていますが、シャッフルのノリになっていないからおかしいわけです。こういう時は今ここを選択しまして、そしてこのスイングですね、このように
上げます。そのスイングのレゾリューションは8分の1にします。はい、このようにしますと、このようにしてスイングの場合、自分の思うタイミングと違う場合はこのように編集すればいいわけです。何せ MT パワードラムキット2はグルーブ選びがとっても簡単なので、本当に組み立てるのが楽になります。まずクローズハイハットでこのように入れて、はい、聞きながらやりましょうかね。はい、次はオープンハイハット、ベル、ライドベルですね。このような感じで自分のイメージを壊さないでサク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 入れれるんですね。イージードラマーでこのようなことをしようと思ったら、まず探すのが大変です。これじゃないかな、これじゃないかな。で、これで決まったとしても、このように持ってきたら、僕の意図に関係なくですね、このように8小節入ってしまいますので、それを短くするとか、編集がとっても手間です。入れれる小節数を自分で簡単にコントロールしながら入れれて、プラスフィル。このパターンというのはとっても理にかなっていると思います。皆さんも概要欄からダウンロードされてですね、ぜひとも無料のこの MT パワードラムキット2を上手に使って、ご自分のメインになるドラムソフトとですね、連携してください。もちろん初心者の方でドラムソフトを一つも持っていないんだという方も、これをうまく使っていただくと、まず初心者のドラムというのにはとっても分かりやすく、そしてまあ音色というのはこの MT パワードラムキット2の音色というのはどちらかというとポップスとかに合うような音源だと思ってください。まずはこれと連携をしてサク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 時短で入力するというのを体験してみてください。上手にもうドラムを打ち込んでいる方にとっても素晴らしい時短ができると思っています。村長スタジオでした。